どうも、パフォーマンスレベルの宗之助です。トレーナー宗之助です。ちょっと下にね、口内炎ができちゃって、下が回んない。はい、では、IMP さんですね。P、これドットが入ってるのがまたおしゃれですけど、IMP。はい、クルージンってやつですね。はい、で、メンバーですね。少しずつ覚えていこうかなと思って、オフィシャルサイトを見てます。この新田君ってなんとなんかどっかで見たことあるようなないような、かっこいいっすね。みんなね、もうみんなスーパー日本人っていうことで、しかもね、このタイガ君が2人いるっていう、この前びっくりしたんですけど、で、このオフィシャルサイト、なんかあれ暗くなっちゃってね、オフィシャルサイト、これ面白いのがみんな英語になってるっていうのはまたちょっとおしゃれですね。はい、それでは行きましょうか。この真ん中にいる子が新田くんですね。新田す、佐藤くん。スタンスがこんななんか可愛らしい顔してるのに、結構この立ち構えが力強くていいっすね。ういアサルト、いい使い方する。すっごい衣装ですねこれね。ういなんかちょっとこんな勝手につなげちゃうんですけどな、こういうのイメージで。なんか曲調がタッキーっぽい。 いいっすね、このビジュアルでめちゃくちゃアサルトだね。僕の表現、力強いっていうのを結構アサルトって表現しますね。なんか力強さってすごくこういろんな幅があるじゃないですか。このアサルトって僕よく表現ですけど、結構こういい意味での攻撃的というか、アグレッシブとまた違います。アグレッシブだとまたちょっと表現があります。この子あれだな、なんか印象的だな。両方タイガくん。 この子でしょう。この子すごくダイナミックですよね。覚えてますよ。多分、椿くんの方かな。このハッピーシェイクっていう、ダララッダララっていう、そのね、振りを昨日したんですよ。そしたらめちゃくちゃ広背筋が今筋肉痛で、ダンスの動きって、僕とかトレーニングとかダンス両方やってるんであれなんですけど、だから全然ダンスは全然センスがないんですけど、ただ、勝手な話ですけど、筋神経って言って、自分の使える体の幅というか、ボディービルみたいなそういう話じゃないんですけど、自分の使えるなんていうのかな、筋肉の領域っていうものをちょっと把握して、ああいうちょっとそのダンスの、ダンスで結構こう上半身使ったりとかする、なんていうのかな、技っていうか、そういうのいっぱいあるじゃないですか。足のステップ技って結構あるんですけど、上半身で言うと何だろう、今出てこないですけど、そう、だから意外とそのダンスの、トレーニングとダンス併用すると、自分の使ったことない領域にこう達する、いわゆる動きが結構多いんですよね。で、ダンスって対照的な動きなんてほとんどないじゃないですか。
なんかこうラジオ体操みたいな、こんなのないじゃないですか。必ずこう、螺旋描いてる動きが多かったりとか、体重移動も常にあるし、これ前後でフットアップしても、体をこう横に振ったりとか、逆に言うとちょっと深み出したりとか、ダウン取っても少しこう、奥行きを出したりとか、奥行き出したりとか、だからそういった上で、もっともっと体のスペックが、認知が高ければ高いほど、ダンスやることによって、体作り、ボディメイクにもなるのかなってすごく思うんですよね。ただ、ダンスの質としてどう変わるかわかんないですよ。ただ、ボディメイクには結構なると思いますね。ごめんなさい。めちゃくちゃ無駄な話やけど。おい、いいっすね。これもアームスのラインキープ。ヒルとツイストって言いますけどね、このステップもね。いいっすね。こういうテイスト出せるのいいですよね。羨ましい。かっこいい。誰だろう。わかんない。あ、綺麗やね。やっぱターンがね。うーふ。いいね。いいスタンス取る。こういったとこが日本っぽいんだよな。いいですよね。どっちなんだろうね。足、僕はこう。一緒にこう立ててほしいなっていうのはあるし、向きがこっちだったら、右足が多分縦足になってるのか、まあここら辺ももう全然、ジャパニーズはラフな感じで。いいスライド。もえい。遠心的な動き、やっぱ綺麗ですね。こういう、なんていうのかな、支持基底面が狭いスタンスでのこの決め方とか、ってこういった遠心的な体のこの引っ張りの使い方とか、やっぱ綺麗ですよね。まあ今なんかこう、なんつうんですかね、言葉出しづらくなってる自体があまり、なんていうのかな、良くないですけど、まあまあ、ジャニーズさんとかのね、なんていうのかな、その体の使い方で、こういう風ななんか紳士的な体の引き上げ方、タキシードが似合うような、僕はこれはめちゃくちゃかっこいいと思いますね。ジャケットワークに関してはやっぱもう本当なんか一番かっこいいんじゃないですか。だからなんかこう、余韻の動きが本当なんかこう少ないし、出したとしてもちゃんとこう、韻の動きって僕こういうスワッギーなヨーヨーみたいな、こういう動きをよく韻って言ってるんですけど、まあこれ僕も自分のコンセプトのロゴも引用で作ってるんですけど、その中でちゃんと真っ当なニュートラリティをちゃんとキープした状態で崩しが入る。アームスの流れもすごく手先から、だからなんていうのかな、棒のようにこう綺麗に伸びるみたいな。あと足のこういうスクープとか、スライドとか、ね、まあ、ハウスで言うとこう、ウィングスみたいな。ああいったこう、各動きとかがすごく足先から綺麗ですよね。動くね。この子マジでどっか、なんかで見たことあるな。ちゃんと取ってますね、フットアップ。こういうのが回ったら、こういったちゃんとフットアップ、これも基礎の塊ですよね。こんなピンクのパンツは特注なのかな、どこに売ってる。やっぱ体使いますね。
一番人間の体で重い骨って、まあ、頭部、肋骨、骨盤じゃないですか。これらをこう動かすっていうこと。皆さん物を拾うとき、もうしゃがまなくなるでしょ。かがむでしょ、こうやって。で、腰痛だっつってんですよ、みんな世の中。そう、今世の中の人たちって、結局グラウンド、床に対しての行動がもうどんどん少なくなってきてるじゃないですか。結局、お尻を床に近づけるっていう行為が日常からどんどん省かれてってんですよね。ただ、見てください。人間の股関節、膝関節、足関節、これだけ長く作られていて、そんで、これだけの可動域持ってるってことは、そういった環境に対して体が構成されてるんですね。よく Human bodies made to move っていう言葉が、あるんですけど、つまり動くために作られてるわけなんですよ。ってことは、動かないと何らかの障害になるっていう。で、そうでしょ。みんな動かなくなるから、逆に考え方変えると、動いてもいないのに、みんな怪我をする。病院に行く。薬を飲む。鎮痛剤を飲む。でしょ？だからやっぱり動かさなきゃいけないですよね。動かす理由っていうのは、細胞に対して血液を供給しないと動くようになれないです。動くための、その、キャパシ、頭に対するキャパシティを増やすっていうことがまず大事なんですよね。体を鍛えるとか、なんかそういう簡単な言葉を言うんですけど、体を動かそうと思う抑制力をまず断ち切らなきゃいけないんです。体なんかよりももっとめんどくさいのが頭です。脳です。それだけ頭がいいので、脳は。脳は常に楽したがる。で、その脳と精神ですよね。だから、その逆を作んなきゃいけないです。動くことが幸せだって思うような体にしなきゃいけないし、動けるんだっていうマインドにしなきゃいけないんですよね。そう。今はそういう時代。ジム行って体鍛える。そういうんじゃなくて、僕はまず人間の体の作り方の向き合い方から絶対に指導しなきゃいけない時代だなって思ってます。なぜなら、社会が逆をつくから。動かなくていいよ、楽でいいよっていう社会になっていくじゃないですか。むしろそれが夢だったんです、人間のね。人間の夢は座ってお金が稼げる。たくさんの飯が食える。それが夢だったわけです。それが実現しちゃったわけです。まあ日本は今ね、ものすごい貧困国って、もう円安で言われてますけども。ただ安全でしょ。今他国を見たら戦争が起きてる国あるじゃないですか、いっぱい。安全なんですよ。安全で平和だからこそ、本来だったらいい社会ができるはずなんだけど、できない。それはなぜか僕もよくわからない。でも僕自身はやっぱこの職業についてるんで、一人一人が健康の向き合い方だったり、体を使うためのこのアクティブなマインドでいたら、少し何か変わるんじゃないかなっていつも思ってるんですね。だからアーティストとかエンタメの存在って、どんだけ AI だったらなんたらうんちくが増えてっても、絶対に、まあ僕が生きてる中では多分知らないと思うんですよね。エンタメってやっぱ常に生き続けるし、やっぱり動いてる人たち、動ける人たち、なんかすごく芸術に歌える人たちっていうのを、いう存在はめちゃくちゃ大事だから守ってほしいんですよね。本当に。こういう人たちを常に守ってほしい。ダイナミック。見てください。おお、深く撮る。うわ、いいね。いいっすね。おお、結構力強いっすね。おお、かっこいい。なんかヒーローじゃなかった？違う？ いいっすね。柔らかい。しかし踊りづらいよ、このパンツな。フロアこんだけ入れてて、こんなキチキチのパンツ。いいっすね。かっこいい。なんか僕もダンスしてると、バミリを確認して、絶対にこう、進行する、移動するときって、どうしてもそこの方向に向いちゃうんですけどね。まあ、こういったプロの人たち見るとね、こう、自然に横歩きじゃないけど、ね、
でも後ろにこう後ろ向きというか前でこう自分の目線で確認しなくてもスーッと下がっていける、移動できるのかっこいいですよね。陽キャだね。この意外が危ないね。意外がなのか。あ、違う、縫い目か。あ、意外が 危な おい。プレーン。かっこいいね。最近ね、アクロ少なめだからね。もっと回れそう。ちょっとスノーマンさんの曲にちょっと似てるね。こうやってファンの方が CD をくれたりするんですよね。本 当嬉しい。うちには KinKiKids さんのまだ CD がいっぱいあります。デビュー当時のやつから123まで買ったかな。まあ、振り付け的にはあれですね。ジャパーンって感じですね。ああ、最近トラビス・ジャパンさんとかも、まあ、そことね、つなげるのはあれかもしれないですけど、でも絶対僕は、なんていうのかな。ネガティブな話じゃなくて、絶対につながってた、みんな、存在だと思うんですよね。わかんないですよ。本質なんて彼らしかわかんないし。だけど僕は隠さず、なんていうのかな、絶対にこうみんな一生懸命練習してきた中、絶対つながりがあると思うんで、なんかそこはなんかこう、無理やり話を重ねないでて、そんなことはしないでおこうかなって思ってます。もともと最近やっぱり韓国と日本だったりとか、こう世界にね、どん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 、今やっぱり SNS、ソーシャルメディアの進化で、どんどん、世界にこう、どんどん出ていってるわけですから、逆に言うとその他のものを吸収するっていう、そう、現代ちょっと流行りのダンスとかも、ぜひちょっと見てみたいですよね。彼らだったらもっと、カスタマイズして面白い世界が見れそうですね。はい。それでは。